グラビターは、サイトを超えて利用できるアバターを作成できるサービス。トム・プレストン・ワーナーが開発した。2007年に、オートマティックが買収し、ブログのプラットフォームであるワードプレス .com に統合されている。ユーザーは、メールアドレスでグラビターにユーザー登録し、メールアドレスに連携したデジタルアバターをアップロードできるほか、主なブログアプリでグラビターのプラグインを利用できる。 ブログにコメントを投稿すると登録されたメールアドレスに関連付けられたアバターをグラビターで検索しもし存在すればコメントとともにそのアバターが表示される。ワードプレスはバージョン2.5からウェブベースのプロジェクト管理アプリでドマインはバージョン0.8からネイティブでグラビターに対応している。またドラプルや Madocs といったウェブベースのコンテンツ管理システムで利用できる。 サードパーティー製のグラビターモジュールも存在する。アバターの画像は最大で横2048ピクセルで正方形のみに対応し、表示サイズのデフォルトは 80x80 80ピクセルとなっている。もしアップロードしたアバターのサイズが異なる場合は適度に拡大縮小される。グラビターは映画業界のンパーに準じた年齢制限のレーティングシステムを採用しており、 ウェブマスターはウェブサイトに表示するアバターを任意のレベルで制限できる。ウェブマスターはユーザーがグラビターに登録していない場合、アイデンティクンと呼ばれる ID から自動生成したユニークなアバターを自動的に表示するように設定できる。グラビターのウェブサーバーはメールアドレスから生成した m d 5のハッシュ値を含む特定の URL にアクセスすると対応したアバターを返す。 しかし、この手法は、自主攻撃や、レインボーテーブルといった攻撃に対して脆弱である、ことが分かっている。実際にあった例として、あるフォーラムでは、ユーザーの10%以上が、フォーラムで表示されるユーザー名とグラビターに送られる URL から、メールアドレスを特定することが可能だった。ユーザーのプロファイルは、ハカード、ジェイシン、XML、PHP、 ビカードなどの様々な企画に対応しており、QR コードで入出力できる。生データ形式は、ポータブルコンタクト図仕様に準じている。当初、グラビターのサービスは長い間放置されていた。急に、グラビターの人気が高まり、多くの帯域幅が必要になったため、急遽新バージョンの開発に取り掛かった。2007年2月16日に、 グラビター2.0がリリースされた。サーバースクリプトが改善され、インターネットの別の場所に、すでに保存されている画像をトリーミングして、使用できるような機能も、密かに追加されたほか、アカウントごとに2つのアバターを持つことができるようになり、アバターの切り替えが容易になった。新たにスタートした、グラビタープレミアムサービスでは、メールアドレスを無制限に登録できた。 2007年6月11日にはグラビター2.0がリリースされてからユーザーが3万2千人増えたことをトム・プレストン・ワーナーが発表した。2007年10月18日にはオートマティックがグラビターを買収し、これまでの有料サービスがすべて無料化されてレスポンス速度が向上し、無料化の直前に料金を支払ったユーザーに返金した。 2010年12月2日には、マット・マレンウェッグが、ザビッグウェブショーでグラビターが1日に、約200億枚のアバターを表示していることを明らかに、した。ありがとうございます。